ナチ党党大会会場、チェッペリエン演団内部の黄金の広間ナチ党党大会会場は、ドイツ国の政党、国家社会主義ドイツ労働者党の党大会会場。ニュルンベルク南東部に約11平方キロメートルにわたって建設され、1933年から1938年にかけて6回の党大会が開催された。1937年のパリ万国博覧会で、 展示された計画最終段階の東大会会場の模型。1927年、初めてニュルンベルクで開催された第3回東大会会場には、以下の施設が存在する。文化の家と大通りへと向かう代表的な入り口は、議会ホール近くの大通りの北西端に計画された。完成に至ったのは、チェッペリン広場、展開区域、大通りのみであった。議会ホール、 セッペリン広場、展開区域は、ナチス建築の重要な例として、1973年から記念碑として保護されている。会場は、アドルフ・ヒトラーの建築家、アルベルト・シュペイヤによって設計された。ただし議会ホールは、ルートヴィヒルフとフランツルフにより設計された。今日では、敷地全体が記念碑であり、一部が自動車レーストラックのノリスリンクとして使用されている。 1933年8月30日、ヒトラーは、ニュルンベルクを帝国党大会の都市と宣言した。党大会は、ナチスドイツの自画像であり、プログラマティックなタスクはなく、単に国民の団結を示しただけであった。プロパガンダ的に、ナチスの運動と、中世における皇帝の栄光、そして、ニュルンベルクにおける党大会との間に関係が描かれた。 1923年から1938までの党大会。1934年の党大会で、戦没者記念堂前のテラスに立つ SS リーダーのハインリッヒヒムラー、アドルフ・ヒトラー、SA リーダーのビクトール・ルッツェ。正面奥に見えるのが、名誉の演談1906年以来、バイエルン殺傷であった、ルイトポルト・フォン・バイエルンにちなんだ名前の、 ルイト・ポルト森林という公園がここに存在した。バイマル共和制時代には戦没者記念堂が園内に建設された。1933年にヒトラーはこの公園を8万4000平方メートルの面積を持つ厳密に構造化されたルイト・ポルトアレーナ展開区域へと改造した。党大会ではこの区域で最大15万人の SA と SS の展開が 行われたこの時に、血染めの旗の奉献が行われた。この血染めの旗は、ミュンヘン一期の際に、隊員の地に浸されたものとされる旗で、彼らの中心的な遺物であった。SA と SS の新しい旗が、血染めの旗に触れることで、封建が行われた。1945年以降、ニュルンベルク市はこの地域を公園として、再設計し、 ナチス時代の建物はすべて破壊された。メインの観覧席のテラスの半円形だけが現存する。戦没者記念堂、ルイトポルト森林の戦没者記念堂戦没者記念堂は、ドイツの建築家、フリッツメイヤーが設計を手掛け、ニュルンベルク市によって建設された。落成は、バイマル時代の1930年で、ナチス政権時代よりも前である。これは、 アーケードホールで火鉢用の2列の台座がある石畳のテラスに隣接している。14の台座はすべて実質的に無傷のままで、1938年9月の最後のナチ党集会以来、点火されていない。もともとは、この戦没者記念堂は、第一次世界大戦で戦死したニュルンベルクの9855人の兵士のためのものだった。 1933年の党大会における SA の展開。背景は戦没者記念堂1929年の党大会で、戦没者記念堂は国家社会主義者により初めて死者崇拝の目的に使用された。第三帝国時代、ナチスは第一次世界大戦で戦死した兵士の記念堂という目的の他に、 1923年11月9日のミュンヘン一期で犠牲となった16人の死者の記念としてもこの建物を使用した。1934年の党大会でヒトラーは新英隊リーダーのハインリヒヒムラー及び突撃隊リーダーのビクトール・ルッツェを伴って主観団席から戦没者記念堂のテラスまで240メートルの花崗岩の道を歩き、ナチス式経礼を行った。 儀式のクライマックスであった。名誉の縁談戦地者記念堂の向かい側に、三日月型の名誉の縁談と長さ150メートルの主観覧席があり、その両端には6メートルの金の和紙が建てられた。建築家のアルバルト・シュペイヤによって建てられたこの建造物は、要人500人を収容でき、ニュルンベルクでナチスによって建てられた最初の本格的な建造物である。 戦没者記念堂と名誉の演壇は広い花崗岩の道によって接続されていた。名誉の演壇は1959から60年に爆破解体された。後のルイトポイントホールとなる機械ホール。1906年の絵葉書ルイトポイントホールは1 8 0ル5 0ルの輪郭76本のスピーカー42個のスポットライト。 ドイツで最大のパイプオルガンを設置し、1万6千人を収容することができた。建物の歴史はバイエルン博覧会にまで遡る。かつての機械ホールは改修され、ナチスによって1934年の東大会議に最初に使用された。その巨大な新古典主義のファサードは、3つの巨大な入り口に面した石灰岩が特徴だった。ドイツのユダヤ人や、 その他少数民族の公民権を奪ったニュルンベルク法が採択されたのは1935年の党大会中のこの建物だった。建物は1945年の初めに連合軍の爆弾により深刻な被害を受け、数年後に駐車場となった。建物に続く花崗岩の階段は現在もそのまま残っている。 議会ホールは現存する中で最大の国家社会主義記念碑的建造物でランドマークとなっている。ニュルンベルクの建築家、ルートビッヒルフとフランツルフにより設計された。自立型の屋根を備えたナチ党の会議場として機能することを目的としており、5万議席を有する予定だった。位置はドゥゼント大秘池のほとりで、党大会会場の入り口を示していた。 建物は高さ39メートル、直径250メートルに達する。建物の大部分は表面に加工岩パネルを張った硬質レンガで構築されている。デザインはローマのコロシアムから着想を得ている。基礎石は1935年に付設されたが、建物は未完成となり、屋根も設置されないままだった。U の輪郭の建物は2つの本館を建てたのみで、 工事を終えた。北浴には2001年に設置された帝国島大会会場文書センターが配置されている。南の建物はニュルンベルク公共楽団の本拠地であるセレネイデンホフとなっている。大通り、大通りは長さ2キロ幅40メートルの通りで敷地の中心とドイツ国防軍のパレード道路とすることを意図していた。北西の先にはニュルンベルク城があり、 これには、第三帝国時代のニュルンベルクの役割と、中世とのニュルンベルクとの役割を重ね合わせる意図があった。議会ホールからメルッツ広場に至る道路の工事は1935年に開始され、1939年に終了した。最後の大会は1938年に開催されたが、第二次世界大戦の開催により、この道路がパレード道路として使用されたことはなかった。 舗装には黒と灰色の花崗岩が用いられ、紙辺は正確に1.2メートルであった。北西の端には代表的な正門と二つの東門が計画されていた。また、ドイツスタジアムの入り口付近には柱のホールを備えた観客席がメルツ広場の方向に行軍するドイツ国防軍の隊列に敬意を表するために計画された。戦後、大通りは 米軍の一時的な飛行場として使用され、最近では近隣のニュルンベルク日本市や展示会の会社による日本市の臨時駐車場として使用されている。チェッペリーン広場は大通りの東に位置する。幅360メートルの大きな観客席と小さな観客席とで構成されている。ナチス島のためのアルベルト・シュペアの作品の一つであり。 ペルガモンの大祭壇を元にして設計された。正方形の支柱は、フランス系アメリカ人の建築家ポール、フィリップ・クレットの作品の影響を受けている。観客席は、ドイツ国が第二次世界大戦で敗北した後の1945年に、ハーケン・クロイツが爆破された建物として知られる。ゼパリンフェルド内氏は、ゼパリン・ウィースという名称は、1909年8月に、 フェルディナント・フォン・ツェッペリンが彼の飛行船の一つでこの地に着陸したことに由来する。1947年から1995年までダズの施設であるニュルンベルクアメリカ高校は高校サッカーとアメリカンフットボールの練習に兵士広場を使用した。1967年に市当局により観客席の2列の列中は爆破され残存する建築物に 深刻な損害を与えた。観客席の残りの部分は無傷で、ノリスリンクモーターレーシングトラックの中心として利用される。1980年代には、ヘビメタルのロックフェスティバルである、モンスターズ・オブ・ロックが2回開催され、2004年からは大規模、ロックフェスティバルのロック・イム・パルクの会場ともなっている。また、アメリカンフットボールチームのニュルンベル・クラムズによっても、使用されている。 敷地の別の部分にはキャンプ場がある。長年放置されていたことや建築の質の悪さにより侵食と出気による損傷は深刻化していた。2019年には8500万ユーロをかけて観客席の残存する部分を保存し訪問者が近づけるようにする計画が発表された。観光目標は2025年である。アルベルト・シュペアは 世界史とゲルマニアの計画に加えて、当大会会場に世界最大のスタジアムを建設する計画を立てた。これは、アテネのパナシナエコスタジアムに習い、バテイ系のスタジアムに40万座席を設置することとなった。計画された寸法は、長さ800メートル、幅450メートル、高さ100メートル、建築面積35万平方メートル。 基礎石は1937年7月9日に付設され、1945年の東海儀に間に合わせる予定で工事が開始された。1938年に工事は、改作から開始され、1939年に停止されたが、戦争中、煮込みピットは地下水が侵入しないようにしておく必要があった。しかし戦後、ピットの北半分は水で満たされ、 現在では、ジルバーゼイと呼ばれている。南半分は破壊された、ニュルンベルクの街の瓦礫を堆積させるために使用された。メルツ広場の名称は、ローマ神話における戦の神マールスに由来するとともに、ドイツで徴兵制が復活した1935年の3月を連想させるもので、ドイツ国防軍のパレード会場となっていた。場所は、 大通りの南端で、広さは955メートル610メートル、パリのシャンド・マルス公園は、このカンプス、マルティウスに由来している。建設が完了することはなかったが、1938年に、それぞれ高さ約40メートルの花崗岩の塔を24基建設する計画で開始された。完成したのは、うち11基で、1966年に取り壊された。 広場の周囲には16万人を収容する観覧席が、その中央には勝利と戦士を司る女神たちの巨大な群像が計画されていた。現在ではこの場所は住宅地となっており、当大会期間中に仮設宿泊施設の場所として使用されていたその南部の地区にまでつながっている。当大会会場の北東には KDF 街が建設された。木造の展示ホールでは、 地域の製品が紹介され、当会議期間中には遊戯行事が開催された。ナチ党の組織、関帰立候団が空き時間に労働者の相手をした。ありがとうございます。